どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。自分の好みに合ったウイスキーの見つけ方解説ということで紹介していきたいと思います。今回は好みのウイスキーを探したいけれども何を基準に選んだらいいかわからないという方に向けて、ご自身の好みに合うウイスキーを見つける可能性をより高めていけるような方法ですとか考え方というのを、私の独断と偏見と経験と妄想で紹介していきます。今回はね、主にトーク中心となりますので、ぜひともね、作業のお供としてもお楽しみくださいませ。紹介していく内容としては3つありまして、まずね、大前提としてお伝えしたいこと、そして実際の好みを探すロードマップを紹介しまして、最後に製品名、このウイスキーの名前を取り上げながら実例も交えて紹介していきたいと思います。まずね、私の YouTube などでもよくご質問いただくんですけれども、よく普段これ飲むんですけど何がおすすめとか、これは飲んだことあって好きだったんですが次に何がいいかなといった、そういうね、おすすめのウイスキーを聞かれることっていうのもすごく多いんですよね。そういったご質問も多いので、私もタイプ別とか飲むシーン別に合わせてこんなウイスキーどうかなっていうね、提案を様々な動画でお届けしてまいりました。再生リストに味わいシーン別おすすめウイスキーっていうふうにまとめてありますので、こちらもね、よかったらお楽しみください。そしてまず大前提のお話なんですけれども、まず好みのものを見つけるにおいての大前提、これはやっぱりいろいろ飲む、これがね、まず当たり前ではありますが大切な部分でございます。いやいや、そんなの当たり前じゃんというツッコミが来るかもしれないんですが、でもね、やっぱすごく大切なんですよね。例えば好きな食べ物と聞かれた時に、いろいろ食べてみないとその中で自分の好きなものってわからないですし、それから好きなファッションブランドはと聞かれた時でも、いざいろんなブランドを着てみた中での自分の好みっていうのがわからないと、そしていろいろ着てみてそのブランドの傾向がわからないと、なかなか答えにくいと思います。当然でもありシンプルでありながら、やっぱり頭で考えるよりもピンときたものを飲んでみて、そしてあ、これ好きかもとか、これは自分に合わないかもなっていうふうに把握するってことがすごい大切なんです。そして今回の内容はあくまでも好きな銘柄をより見つけたいという方に向けた内容となります。それこそなんとなくね、その場で見かけてピンときたものを飲んで美味しかったらそれで OK という方はそれで OK だし、服とか音楽もね、ブランドとかアーティスト名にこだわらずに良さそうなものを見つけてそれを選んで楽しむっていう方もいらっしゃると思いますし、それはそれでね、すごい素敵な楽しみ方だと思います。今回の動画は好みを理解すること自体が絶対に必要ということをですね、主張したいわけではなくて、自分の好みに合うようなウイスキーを探したい、そういう方向けのね、紹介となりますし、嗜好品における楽しみ方に正解不正解もございません。その点はね、ぜひ安心して楽しんでいただければと思います。そしてこの好みのウイスキーをいざ探すとなっても、必ずしもね、 700ml のこういう大きなボトルでフルボトルで全て買う必要というのはなくて、今はバーですとか量り売りですとか、それからもうちょっと少容量のハーフボトルですとか 180ml のサイズの小瓶のタイプのウイスキーで飲むこともできるんですよね。そういった点では、買ってみたけど合わなかった、どうしよう、かなり大量にウイスキー余っちゃったと、そういうね、リスクを下げるっていうことはかなりね、いろんな方法で楽しむことができるんです。そしてですね、ここで初めに結論の部分をお伝えしておきますと、好みに合うウイスキーに出会っていく過程の中には、何かね、ウイスキーを数銘柄飲んでみたりとか、バーでいくつか紹介してもらって飲んでみたりとか、そういうね、過程の中で、あ、これこの前よりは好きだなとか、あ、この2つだったらこっちの方が好きだなみたいな、そういう経験と比較からより好みが鮮明に見えてくるものだと私は捉えています。なのでこの経験と比較っていうのがすごく大切なんですよね。また今回はですね、あらゆるウイスキーの中から好みの探し方とやるとかなり膨大なテーマになってしまうので、蒸留所の数だったりとか、コンビニやスーパーなどでも選択肢が多かったり、そしてブレンデッド、シングルモルトといった種類も様々選ぶことができるスコッチウイスキーを例にして取り上げていきたいと思います。それでは早速、好みの銘柄を見つける考え方、方法を交えて紹介していきましょう。それではね、ここからは実際好みのウイスキーに出会っていく、そんな方法ですとか考え方というのをポイントを絞っていくつか紹介していきたいと思います。まずね、一つ目なんですけれども、基準となるウイスキーを見つける、これがね、ファーストステップかなと思います。まずはね、最低でも2つ以上飲んでみる、やっぱり比較できるように飲んでみるっていうのが最初のおすすめです。なかなか一つのウイスキーだけ飲んでそれを好みか好みじゃないかっていうのは結構ね、難しい部分があって、2つ比較してみると、最低でも2つ以上比較することによって、あ、こっちの方が好きだなって出る、これがまずね、好みが一つ見つかる部分なんじゃないかなと思います。その飲み比べた中で、ああ、これ好きかもっていう基準が見つかるのがすごい大切なんですよね。例えばですね、スコッチウイスキーの有名どころで言いますと、
今回こちらの4種類を一旦置かせていただきました。他にもバランタインやホワイトホースといった有名銘柄様々ありますが、まずはですね、デュワーズのブレンデッドスコッチと、そしてシーバスリーガル、ジョニーウォーカー、フェイマスグラウスといった、これはね、複数の蒸留所のモルトウイスキーやグレーンウイスキーをブレンドしているブレンデッドスコッチウイスキーのタイプでございます。基本的には1000円台から2000円台ぐらいで買える銘柄かなり多くございまして、それを選ぶだけでもね、すごく大変だったりはするんですが、まずはね、有名どころを飲んでいただくっていうのが一つですね。そうすると、例えばこの4つを飲み比べただけでも、この4つの中だったら私はこれが好きかなとか、こっちの方がなんか飲みやすくて好きだなとか、甘みがあって好きだなっていう、まずね、その好みの基準っていうのが見つかってくると思います。そして2つ目、まずね、基準を設けるってことだったんですけども、2つ目はね、派生させるということでございます。この派生させるというのは、基準となったウイスキー1つをベースにして、また味わいや香りのタイプの違うものを飲み比べて、より好みを絞っていくっていうイメージです。このね、飲み比べをしていく時の飲み方っていうのが、私の中では3つテーマがありまして、まずはね、並列飲み、それからピラミッド飲み、最後にキーモルト飲みとございます。これは完全に勝手に私が命名したものになるんですけども、よかったら使ってください。まず最初の並列飲みですね。例えばね、このジョニーウォーカーのブラックラベルが好きだなと思った時には、そのジョニーウォーカーのブラックラベルと似たような値段で、そして味わいが近いものを探してみる。これが並列飲みですね。よくあるこうお店とかで、これ好きなんですけどなんか似た感じのありますかって注文するようなイメージです。同じ価格帯のブレンデッドスコッチとかを飲み比べていただくことによって、あ、だったらジョニーウォーカー好きだと思ったけどもっとこっちの方が好きかもとか、さらにですね、好みがより見つかってきたりします。逆に他のものを飲んでみて、やっぱりジョニーウォーカーが一番味わいとしては好きだなっていう風にね、定めることもできますので、これはね、一ついろいろ飲み比べをする中で自分の好みが大まかに把握できるのでおすすめです。そして2つ目のピラミッド飲みなんですけども、これ結構イメージしやすいと思います。そのまま頂点に向かっていく形なので、これは一つのウイスキーが何か好み、あ、この中だったらこれが好きかなっていう基準が見つかったのに対して、そのウイスキーの同じブランドで年数違いを飲んでいくという方法です。つまり同じブランドで深掘りしていくっていう方法ですね。例えばね、この飲み比べた中ではシーバスリーガル12年が個人的には結構いいかなって直感で思った際には、そこからさらにシーバスリーガルブランドで飲んでいくってことですね。シーバスリーガルの18年ですとか、それから他にも樽違いシリーズで水ならとかですね、18年の水ならといった具合に、同じ蒸留所のブランドの中でより深掘っていくというイメージです。そうすることでね、一つのブランド自体の味わいや特徴っていうのがすごくつかみやすくなると思います。そして最後のね、3つ目、キーモルト飲みなんですけれども、これはね、よくウイスキー飲んでるっていう方はね、よくやられるかもしれませんが、このブレンデッドスコッチウイスキーの場合も含めて、ブレンデッドウイスキーはいろんな複数の蒸留所のモルトウイスキーやグレーンウイスキーを重ね合わせているので、その中でも特に味わいの中核となるような、欠かすことができないキーとなる蒸留所があったりするんですよね。なので、その一つのブレンデッドウイスキーのブランドに対して、中に入っている蒸留所をシングルモルトウイスキーでより深めていく、味わっていく、これがキーモルトのみでございます。いや、キーモルトなんて分かんないよと思われるかもしれませんが、今はですね、ネットで調べれば、例えばデュワーズのキーモルトって調べればすぐにね、バーッと情報出てきますんで、そういう形でね、中身に入ってるウイスキーをより深く味わっていくっていうのもおすすめです。これはね、個人的にはすごくおすすめな方法で、より好みが鮮明に見える可能性っていうのも高くなります。ただデメリットとしては、シングルモルトウイスキー1本単位だとやっぱ結構値段がしますので、3000円オーバーとかから1枚以内まで幅広くございます。そういった意味ではボトルで揃えるのは結構大変なので、バーで飲んでいただいたりとか、量り売りで味わっていただいたりとか、そういう形でね、飲むといいと思います。例えばね、このいくつか飲んできたウイスキーの中でも、今の段階で飲み比べたらデュワーズが割と好きかもなって思った際には、そのデュワーズの中に入っている蒸留所のウイスキーを調べてみて、それをバーで味わうみたいなイメージですね。これだけでね、そのデュワーズ単体の美味しさと、その中身に入っている蒸留所って、あ、こんな特徴なんだっていう風にね、すごい一気に好みが深まりますし、それからより理解度も深まると思います。特にこのキーモルトのみ3つ目がね、おすすめな理由としましては、ブレンデッドウイスキーという複数のね、原酒、そして複数の蒸留所が混ぜ合わされているものというところと、シングルモルトウイスキーという一つの蒸留所のモルトウイスキーだけを組み合わせたものですと、このね、味の違いが結構はっきり見えるんですよね。そしてその中からキーモルトを飲んでった際に、あ、この例えばデュワーズだったらアバフェルディ蒸留所のウイスキーすごい美味しいなってなれば、そのアバフェルディ蒸留所のシングルモルトから年数違いや樽違いですとか限定品とか、そういう風にね、さらにこう好みが深まっていくっていうところもあるので、よりこうね、解像度が鮮明になりながら自分の好みが分かっていきます。
なかなかこのブレンデッドからのキーモルトの実っていうのがイメージしづらい方はですね、ぜひよくあの CD とかでもね、昔ベストアルバムとかね、最近だと YouTube でもクリスマスソングベストメドレーみたいなのとか無料で聞いたりできますけれども、そのベスト版とそのいわゆる CD で言うとシングル版、楽曲で言うと一つの曲と捉えていただくと分かりやすいと思います。いろんなテーマの楽曲が混ざったベストアルバムから一つのアーティストが作り出す楽曲によりハマっていくっていう形でね、この違いを楽しむことができるという点もこのキーモルトのみもすごくおすすめなところでございます。ベスト版とシングル曲みたいな形で捉えていただくと分かりやすいんじゃないかなと思いますね。もちろんシングルモルトウイスキーを最終的に味わうことがゴールでもないですし、一つの手段なので、同じ価格帯で1000円2000円ぐらいでいろんなね、ちょっとお手頃に楽しめるブレンデッドスコッチを飲んだり、日本のブレンデッドを飲んだりっていうのも一つの方法です。逆にね、その中で好みがパッと見つかればね、それはすごいお得ですよね。ということでね、まずは一つ目に基準を作る、そして基準からさらに派生させていく。派生のさせ方としては、並列のみ、ピラミッドのみ、キーモルトのみがありますよというふうに紹介したんですけども、特にこのキーモルトのみというところをね、より具体的に紹介していきたいと思います。さて、まずはですね、キーモルトのみ、例で言いますとこちらのデュアーズのホワイトラベル、いくつかね、1000円2000円くらいのウイスキーの中で2つもしくは3つとか試した際に、あ、このデュアーズっていうウイスキーなんかすごくハイボールも飲みやすいし美味しいなと思われた際には、そのデュアーズの中に入っているキーモルトの蒸留所を飲んでみるのがおすすめです。例えば有名どころで言いますとアバフェルディですね。もうアバフェルディがまずこのデュアーズを知っていただく上ですごくいい銘柄だと思います。他にもオルトマー蒸留所だったりですとか、ロイヤルブラックラ蒸留所ですとか、様々ねキーモルトっていうのはあるんですけれども、特にアバフェルディもしくは個人的なおすすめとしてはオルトモアも大変おすすめです。そして次、こちらのシーバスリーガルですね。先日あの新ラベルに生まれ変わりまして、新旧飲み比べもやってたので、興味ある方はこちらもぜひ概要欄からご覧ください。そしてこのシーバスリーガルであれば、中に入ってるねキーモルトはこちらに関してはちょっとね、今若干手に入れにくいんですけど、ストラサイラ蒸留所もあれば、安定して入手がしやすいグレンリベット蒸留所、それからロングモーン蒸留所といったウイスキーなどが、このねシーバスリーガルを作る上で欠かすことができない蒸留所でございます。そういうウイスキーからね始めていただくのもいいですね。そしてこちらのジョニーウォーカー系列で言いますと、まさに原点となるボトルから受け継がれていったこのジョニーウォーカーのブラックラベル12年、特徴としてはやっぱりこうね、スモーキーフレーバーですよね。香りはそんなにがっつりスモーキーってわけじゃないんですけども、ゆったりとこう血を這うようなスモーキーフレーバーと、しっとりとしたこうレーズンのような甘みというところのバランスがすごく絶妙なウイスキーです。中身に関しましては、ジョニーウォーカーブランドの一番の中核となるカーディウ蒸留所ですとか、それからアイラ島のラガブーリン蒸留所、スカイ島のタリスカー蒸留所といったところが味の中核に来ております。今ね、なかなかラガブーリン蒸留所はちょっと値上がりしてしまったりとか、少しね手に入れにくい部分はありますが、カーディウ蒸留所とかタリスカー蒸留所のシングルモルトであれば割とね4000台で入手できますので、シングルモルトの中では割と手に入れやすい部類かなと思います。そして最後ね、こちら4つ目に紹介したフェイマスグラウスなんですけども、これはねスコットランドの中で一番飲まれているブレンデッドスコッチの銘柄として知られています。特にその甘みがすごくしっかりとしていて、レーズンですとかちょっと黒蜜のような甘さだったりとか、それから麦芽の風味というところがほんのりと伸びていって、これのハイボールがまた美味しいんですよね。中身に入っているのはシェリーダル熟成の原酒で特に有名なマッカラン蒸留所、ハイランドパーク蒸留所やグレンロセス蒸留所といったところが入っていますので、このねフェイマスグラスがお好きな方は結構シェリーダル熟成タイプのウイスキーとかにハマる可能性も結構あるんじゃないかなと思います。ということでね、ここでまず実例を交えて紹介してきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。こうやってね、一つのウイスキー、まずいろいろ飲み比べた中の一つのウイスキーをピックアップしていただいて、それを基準にね、いろんな飲み方の角度で試していただくと、その中からさらに好みのウイスキーっていうのを見つける可能性がぐんと上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。さて最後はですね、ちょっと応用編ということで紹介したいんですけれども、今ねキーモルト飲みから紹介していったんですが、最後のね応用編なんですが、キーモルト飲みからさらに蒸留所飲みに進んでいくって形ですね。例えばフェイマスグラウスを飲んでみて、あ、この中にマッカラン入ってるんだ、じゃあちょっとマッカラン飲んでみようかなということで飲んでみたら、マッカラン美味しいとなったとしますよね。そしてマッカランが好みにあった際には、そこからさらにマッカランを軸にして派生させていくっていう方法もございます。それこそマッカランが生産されているスペイサイドの地域のモルトウイスキーで探してみたり、シェリーダル熟成の12年熟成のウイスキーを探してみたり、
またマッカラの12年から18年、25年、30年、まあ、このクラスになるとなかなかねちょっと見つかりにくい部分ではありますけど、年数を上げて飲んでみたりとか、マッカラのシリーズのダブルカスク、トリプルカスクに派生させていくなんて方法もできます。そしてそのマッカラのねラインナップを飲んでいくことによってもっと楽しみたいという思いが出てくると思います。そういう方はさらに蒸留所からの原酒を買い取ってボトリングしているようなボトラーズのウイスキーを飲んでみたりとか、それからマッカラン蒸留所の過去のウイスキーとかっていうのが、そのオールドボトルとしてね過去にボトリングされたウイスキーとかっていうのがまさにこうモルトウイスキー専門のお店だったりとかにもありますので、そういうオールドボトルをボトルで買うのはかなりお値段するんですが、バーで一杯味わってみるとか、そういうねどんどん深掘りの仕方、ウイスキーの好みを見つけた時の深掘りの仕方というのがありますので、ぜひね参考になれば嬉しいです。こういった形でねより深く楽しむこともできますし、どこまで一つのブランドを掘り下げてラインナップを飲んでいく、それから時間軸で過去のものを飲むとかっていうのは個人の自由でもありますが、こういうね楽しみ方もあるよということで参考になれば嬉しいです。ということでね紹介してきたんですけれども、今回のまとめとしましては、大前提としてまずいろいろ飲んでみないとやっぱり好みはわからないよねというところを紹介しまして、そしてその好みを見つけるためにはまずは経験と比較が必要という話をしてきました。まずはその銘柄自体の特徴がよく分からずとも、いくつかね最低2本以上で比較できるようにしていただいて飲み比べをしてみる、そうすることで自分の中の一つ基準ができるという話をしてきました。またその基準が見つかることによって2つ目の派生のところでは、並列飲み、ピラミッド飲み、キーモルト飲みといったその深掘りの仕方の角度が違う飲み方もありますよと紹介しております。また最後にはこのキーモルト飲みをさらに深める方法ということで、具体的なね各ブランドごとによってそのキーモルトの蒸留所を取り上げて紹介してまいりました。こういう形でねいろんなアプローチの仕方でウイスキーを飲んでいただくことで、なんとなく飲んでたとか、なんとなく美味しいから飲んでたけどよく銘柄わかんないんだよねっていう方も、よりその自分の好みの解像度というところがぐんと上がりますし、それこそ自分で何かウイスキーを選ぶときに、あ、このウイスキーってこういう特徴なんだ、じゃあちょっと買ってみようかなっていう風なね、そういう判断もよりこう自分の中で結構ねわかりやすくできるんじゃないかなと思います。また実際に限定品とかね新しいウイスキーのリリースが出るときも、あ、この系統だったら自分に合いそうだから買おうかなっていうね、そういう判断もできるようになってきます。ぜひともねあまりこう難しく考えすぎずに、まず大前提でお伝えしたいろいろ飲んでみるという延長線に、今日紹介した飲み方をふと思い出していただいてですね、その中で自分に合いそうなものが活かしていただければ嬉しいなと思います。あくまで嗜好品ですからね、正解不正解があるものでもありませんし、一つこう自分の中でウイスキーを飲む時の楽しみ方とか、あ、こういう方法もあるのねみたいな形で参考になれば嬉しいなと思います。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方やがっつりレビュー系南線といった動画数々上げております。他にも YouTube 以外ですと音声配信のサブチャンネルやスタンド FM、ボイシーといった媒体で毎日更新でウイスキーに関して語っておりますので、ぜひともね関連動画含め今日紹介したウイスキーなど概要欄から遊びに来てください。またこういったウイスキーと関連する動物ですとか、それからウイスキーの製造工程が描かれているようなこちらのオリジナルコルクコースターですとか、こちらのねサーモタンブラーはじめ家飲みが楽しくなるようなグッズ、トートバッグなど含めてセルジオウイスキー商店で取り扱っております。1号店がコースター、2号店がアパレル関係やバッグ、そしてこちらのねサーモタンブラーなどもご用意しておりますので、ぜひとも遊びに来てください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。